まあ、若いチームになっているので、攻守ともにアグレッシブにバスケットするっていうのは僕たちのキーワードですし、いい意味で、細かいミスとかも気にせずどんどんこうチャレンジしてそういうこうチームになっていくんじゃないかなと思ってます。新体制になって2年目で、まあ、去年、気づいたものの、さらにレベルアップをしていきたいなと思ってます。やっぱりオフェンスに、ね、結構フォーカスしてしまったんですけど、今年はディフェンスのレベルもしっかり上げていきたいなと思います。本当に若いチームになっているので勢いっていうのは絶対、僕たちが一番じゃないかなと思いますし、まあ、シューター陣だったりとか、まあ、シュート決めたらこう連続で決める選手がたくさんいるので、そこの勢いを持って、まあ、開幕だったりシーズン通していけたらなと思います。やっぱり走り切ることじゃないですか。はい。安藤選手の得点力だったりとか、まあ、ビフォード選手も得点力ありますし、まあ、昨シーズン、まあ、完成されたチームだと思うので、まあ、もう僕たちもこうチャレンジ精神を持って、まあ、勢いを持って、試合していきたいなと思います。やっぱり昨シーズン、やっぱ悔しい思いしているチームで、やっぱ若い選手たちがやっぱモチベーションを高く持って、多分臨んでくる多分最初の一戦なので、まあ、ちゃんと僕たちも、そういうやっぱ勢い、チームが推しているその勢いっていうのにやっぱ負けないように、こちらもやっぱ勢いを出していきたいなと思います。まあ、まずは昨シーズン悔しい思いをチームとしてしているので、まずは皆さんに勝利を届けるっていうのを、まあ、第一優先に僕ら、毎日バスケットしてますし、シーズン通して成長してチームとして成長していければ、いい試合がたくさんできると思うので、そこにもぜひ注目してほしいです。チームとして、まずはやっぱりしっかり優勝を目指すことと、やはり苦しいこう時間とか期間とかやっぱあると思うんですけど、そういう時にも常に自分たちを信じて、やっぱ前を向いていくことがやっぱ優勝に近づくんじゃないかなと思います。